さあ先ほどはとんでもない土佐が通って勝利した富永誠ですが、さあジャンプ TC からの登山、来撃来撃、ビャンコの判定というか持続ですね、動いたところに当たってきました。さあここはさあピヨってましたね最後。アマチュアだな。せーからの最後はガーフで一本きっちり取っていく、投げてブロテック、これはガラクサとさらみからの引き上げに回、しかしこれは死なないですが致命傷。最後は大パンチェスト。さあお互いヒートアップしています。最終ラウンド、これはたまるのか、ギリギリたまった。さあ再びピオラされて残りが投げ1回分、しかしここは精でいけるかどうか、リップ、さあしのぎ切った、小橋からのダッシュ投げ、さあ You win。 なんちゃ、どこなしじゃの。勝負じゃ。 Prepare to strike now。 さあアイクダットリーですね、現在3人でモノセンもやってるんですが、誰か上がってくるといい感じにループするところでしょうか。現在3人でお互い拮抗している感じですね。さあダッシュからガラクサが取って、ここはいい X ですね。ピオル最後はジャンプ3段壊してピオルだ、しかし剣が引っかかる。ラインラウンド、カニの先端、さあダッキングアッパー、あそこからのヒット画面ですね。ダドダド壊し、さあチェスト、カラクサ重なって裏回りを、ここは暴れていた効果工具ダド。さあ今のは確実にカラクサ出なかったのでしょう。最後は中盤航空。さあ最終ラウンド、ダドガーにちょっとゲージがなくて厳しいか。さあしかしダドもゲージため能力高いのでもう一本半。ここは投げてブロッテ、ポーシテストが距離が遠い、ショートフィング、壊し工具当たらない。誠のしゃがみ判定が本当に奇妙な形をしているので、あんな感じの上段がスカッたりしますね。ここは対空工具当たらないものの対策は万全。アイマッシュジェッパー You win for the count。 Let's fight like gentlemen。 Are you ready? Go。 失礼しました、これ完全に今3すくみになってますかね。さあちょっと失礼しました、試合の方はアイクダットリが先制して、さあここはブロッテ緊急系選挙隊ガーフに行ったものの最後の台形が出なかったか、リープをブロール対空台形、ここは投げるショートスイングに中足先端が引っかかるですね、いい中足長いですやだな。さあピヨっていて、ここは緑ゲージもきっちり全部読めていた。中盤
さあ大剣、脱筋からさあしゃがみ壁に脱筋アッパーからのコックス中盤さあ合間を挟んでトロで暴れていくが大空スキッチブロック、ここは前方前進、画面端を選択してのさあ成功が刺さる、こかして最後はきっちりガードフのここは大パン、金大パンにならなかったか。さあじりじりしたところだが、こう食ってしまって、ここはトロザ刺さる、イエス吐いて、さあ前方が吸えなかった、きっちり反応して中盤攻撃でしたね。さあアイクデッドリーちょっと抜けたところでしょうか。現在クラスさん、さあ大パンチェスト、ワンツースリーショートスイング、さあカニに中盤チェスト合わせて、お互い殴り合いだが、さあちょっと引っかかる、ここはこう振ってバラからのワンツースリー投げて、こわしてサガードがちょっと遠い、最後はマイレンの大パンですかね。さあダッドリと取っていって、ここは内容通すが浮いていたところにコークが刺さる、タイガード、さあカニを透かした後にも大剣をちゃんと置いておきますね。さあ EX が引っかかって、さあ唐草は食らわないようにときちんと暴れるところは暴れる、マシンガンが出てしまって効果性よく残る、アパカッダートからの攻撃で最後は前ブロ、ここは根性値を見せた、最終ラウンドで、さあジャンプ大パンとチェストですかね、立ち合って、さあここは飛んでしまって、さあダドディスクから寄りませんがこのダメージ、さあ投げていくもののフォークスキャリュー、誠がねリバーサーの用心、カニが取ってショートスイングしたもの、さあジャンプをきっちりダッシュで逃げました、ダッシュ投げを通す、さあ試合始まってプロヤンですが、ここは寝かして、さあ画面端にいるものの誠のジャンプからの判定が強い、ここは唐草からのトサラミ引き上げ、最後ジャンプ大パン、ジャンプ三段で取っていく。さあ今日本日何度も見ていますが、本当にこのカラカサ、トサラミという衛星が怖いのがよくわかります。剣ここは浮いていて、あの位置でも引っかかれ、さあビオラないもののダメージは一気に8割、遅らせ気味のトローザンを刺さって、っ EX 受け上げ選択していました、あれは多分雷撃対策ですか。さあしかしここはしのいで再びゲージが溜まる、発動して、さあしゃがみダメ取らなかった、しかしトロー最後ちょっと引っ掛けて、さあ EX 受け壊しプロってからの TC から遅らせ灯籠山で最後はセー、さああの辺は赤風呂の読み合いですが、目いっぱい遅らせて灯籠山を打ってますね。最終ラウンド投げて、さあバックステッ金受け千球大河ガードされて、 Come on!
とさなみ引き上げ引き上げ。さあこれはまだ死なないでしょうが、ドローザー打ち切ってしまう。さあここでちょっと富永真琴がちょっと抜けてきましたね。プラス3です。サイドラックに止められるか。ここは EX スーパー何が取ってダッキンガッパーダート TC 両方もらって真琴には一歩見えがある。引き上げ引き上げ。さあ先ほどダドはちょっとスタンチ、スタンゲージが長いので1回のダブルポスターではピオらないと申し上げましたが、その後の読み合いで結局ピオるというところでしょうか。さあカニカニカニ、ここは出し投げガップ投げて画面端カニをブロって。さあドサナミ引き上げ。これはまだピオりません。この置き攻めですが投げて、さあ剣からの最後チェスト。You win. 剣に弱か。Now, find a new rival. 勝負だ。 This is the heat of battle. Go for it. さあプロヤン降格日です。次さあ大パンブロって、はい、大パン2発入るものの、ここは前方転身で画面足を入れ替える。さあ精ではなくて今回は EX トロ転身選球台ですね、選んでるのは。さあ中足トロさん、ファイターズレディエンゲージ、ジャンプ大パン。さあ壊しテスト。さあ SP が違うので今度は EX。 さあ EX ではなかったのか。ここはダブル引き上げ。本当にこの男引き上げ見せらない。ジャンプ3段投げて壊し。さあどうぞ打ち切って、大パン光っていたが投げかかっている。ファイナルラウンドゴー。さあ最終ラウンド、さあ来撃から壊しとろジャンプ。さあジャンプを見て前してくぐりは基本ですが、このレベルになってきっちりこなせるのはさすがですか。ぶち抜け選球体。さあジャッシュ X 大パンダッシュの置いてあった。さあと差が出ない。緊張ゲームロッタボロー、これはさあとさなみクダッキー突き上げ引き上げ。ここはジャンプ三段からもう一度とさなみ黒降格です。さあ富永抜けてきました。現在プラス5です。さあここのまま地上に戻せるのかどうか。上りジャンプ中継ブロッテ来たら来た。さあ大パンユーシュスト、ここは暴れていく。ダッキングアップがガードされて一番大パン。さあ本当に殴り合いだ。リープ中盤ダッキング、コークが出なかったか。ここはやり直し、シャーミ中盤コークスクリュー。さあバラオにも投げる。イエクセスト、ワンツースリー、ダイパー吹き上げ出ていた。さあカニに剣が噛み合って、さあキンガッパー、ここはジャッケチェスト。さあカニ引っ掛けて、ここはちょっと厳しい。さあジャンプ遅かった、もう一回コーク。スタート TC。 さあアイク止めていく。 You
dignity. Let's fight. プロさん、プロさん、ゲームで怒っちゃダメだよ。さあ、トミニからお言葉いただきましたが、僕も切れたいです、あれは。なんとも言えない気持ちになります。しかし、当たれば勝ちなんです。そういう衛星なんです。さあ、試合の方はヤンダプリー、キースマシンガン、ダケンガッパー。さあ、選球隊にショートスイング。お互いの選択肢が噛み合って取ってきたらダッドリーだが、ショートスイングのあの威力ですね。ジュパン、一本で最後の一発は出ない。カニダッキングアッパーコブス。さあ、ダッドからの体力優勢はダッドリー側だが、さあ、カニチュアショーザーが刺さる。両方もらって EX マシンガン、フォークでここ死なないが、下ブロックからのきっちり対策ができていたとばかりにジェットアッパー。さあ、本日何回目でしょうか、マコトダットリー。最初の方はアイクがかなり勝ち越していた感じでしたが、ここに来てだいぶ繰り返してきたようですが、さあ、ここはダッキング EX からのコンボでダメージ、ダメージストップ。さあ、お互いゲージがまだ変わっていない。さあ、大パンダメだバン、おろし、壊しおろしにコークを割り込ませる。これはお見事。まあ、完全にもうバラを2本投げるのが常時になっております。まず3ジャップ。さあ、ブロられてもダッキングできっちり対策をと思ったらここは自己にか。さあ、落差からそばに仕上げ、仕上げ、3地8割チェッパーを打ってしまった。ジャンプさんだ、再びチェッパー。まあ、ここはもう割り切りでしょう。ファイナルラウンド開幕ダッキングアッパーだが、誠っても初めて難しそうか。コンボが去って、コーク打ち切りが、これ反撃がない、ブロられていた。さらに引き上げ、引き上げ、投げ上げアップして、剣はギリギリ外側だった。さあ、大剣下がって中継ジェッパー、ガメ足投げる。さあ、一個取っていきました。ここは決める。さあ、フロー現在連勝マイナチ、アイクが、プラス4まで来ましたね。あ、ここはジャンプし2発ブロール、逃げジャンプ、ダイパンも強い、投げてカージャンプ投げ、コアコアコーク、次の大きい攻めはジャンプ。さあ、解放読んでいたのか、しかし壊しからが霞んでしまう。ここはガフに行ってトローザン刺さる。ガフの1回のガフが短いので、あれですね、コンボもちゃんと単価が高くなってますね。これが最後のトローザン、いいダメージでした。ダケンガッパガード、赤ブロからマシンガン、ここはダッキングスロートで距離を選択、カニを埋める。最後はブロラスからのワンツースリー。ダッキングからのショートスイングはチュアシトローザンが潰していく。投げてガメシブロって、効果がガウシル。さあ、トローザン決めて、ここはアパカでさらにバラで時間を稼ぐ。壊しワンツースリー、キープ。さあ、投げて画面端でコークがちょっと遅い。さあ、トロザン前ダッシュに中足トロザン。